エッドとダッシュオです。はい、よろしくお願いします。前回に引き続きコラボというような感じなんですけど、僕と同じ元女子のダッシュオさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ダッシュオさんとの出会いってどこって思う方いると思うんですけど、前回のね、あゆどうさんと同じで、SNS のコンサルティングっていうのをしていて、ダッシュオさんのこともちょっと3ヶ月間コンサルティングっていうのをさせていただいて、バズらせまくってます。はい。ということで、簡単な自己紹介をよろしくお願いします。ダッシュオと申します。今34歳で結婚して一児の父として過ごしています。今はカレー屋さんをやっています。カレー屋さん、はい、僕も一回カレー屋さん食べ行ったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。今回は生い立ちだったりとか親子関係でもいろいろあったっていうのを僕聞いてるので、ちょっといろいろと聞いていこうかなと思っております。これちょっと先に伝えとこうかなと思ったんですけど、なんで、ダシオなのかってとこだけ。ああ、子供がつけてくれたんですけど、デジルがすごい好きで。デジル。ダシじゃなくてデジル。子供がまだお父さんとかパパっていうのが多分恥ずかしかったんで、あだ名をつけてもらったんですよ。ダシが好きだし、夫のおで、ダシオでいいじゃんっていうのになって、ダシオになりました。じゃあ、ダシオさん、いつ性別を変更しましたか ?28 ぐらいの時に、ホルモン注射を始めて、その1年後、ぐらいなので29歳ぐらいの時に性別を変更してっていうか、治療って僕とかだと20歳から始めてるんですけど、ちょっと遅めではありますよね、はい、そうですね。なんか理由とかってあったんですか？僕はずっとサッカーをやってたので、はいはい、引退した後に手術をしたって感じですね、うん、女子サッカーってなるとホルモンしちゃうとドーピングになっちゃうんですもんね。そうですね。そうですよね。今結婚してるじゃないですか、はいはい、いつ結婚したんですか？手術をしてすぐですね。奥さんとはいつ出会った？手術した後に出会ったので、3月に手術して6月に出会いました、はい、じゃあ男になってすぐみたいな感じなんですか？すぐすぐ。奥さんとの馴れ初めじゃないですけど、どんな感じだったんですか？職場に共通の知り合いの知人と来て、そこで名刺交換っていう感じなんですけど、それからご飯に行ったりとかいろいろ出かけて行ってっていう感じですね。じゃあ奥さんは私おさんが元女子ってことは知ってたんですか？最初は知らなかったんですけど、知人の方から聞いてたみたいで、はい、知った時の奥さんの反応ってどんな感じだったんですか？あ、そうなんだっていう感じだったみたいで、なるほど、うん、スッと入ってくれるって嬉しいですよね、こっちとしてね。そうですね。そっから結婚したのがいつですか？8月にお付き合いさせてもらって、6月に出会って8月に付き合ってで、はい、1月に結婚した。早い、めちゃくちゃ早い。でもそれだけもうビビビッと来たんですよね。あ、そうですね。お互い、そうですよね、運命的な出会いだと思っております。素晴らしいです。本当によくね、奥さんも TikTok とかインスタリールとかにもね、一緒に出て動画撮ってますけど、で仲のいい家族っていうのがもう動画を見ても分かるぐらいなんですよね。そうです、仲良くさせてもらってます、子供とも、はい、お子さんは結婚した時何歳だったんですか？その時は小学校3年生かな。子供としてもやっぱちょっと最初は戸惑いはありますもんね。そうですね、うん、でも子供がめちゃくちゃ大人だったので、うん、ママ結婚したいと思ってるんだけどどう思うって聞いた時に、うん、ママの人生だからママが決めればいいよって言って、いやすごいですねそういった子供に育てたママもすごいですね。ママが一番すごい。本当に友達にカミングアウトするのもすごい勇気がいることだと思うんですけど、うん、やっぱ家族にカミングアウトするって結構ハードル高いじゃないですか、うんうん、親にカミングアウトしたタイミングっていつですか？サッカーを引退してから言ったので29歳の時ですね、はい、の時に初めて言ったって感じかな。うちはシングルマザーだったので、はい、ずっと言うのが怖かったんですけど、うん、サッカー終わって初めて、うん、まあ、治療これからしようと思うタイミングで、はい、電話で言ったんですけど、はい、同性を好きになることはいいけど体にメスを入れるとか手術するとかっていうのはちょっと受け入れられないというか待ってほしいって言われてて、うん、でも当時の僕はもう男として社会に出たい過ごしたいって思ってたので、待ってくれっていうのがどのくらい期間なのかなっていうのが想像できなくて、うん、もご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 してたって感じです、ね、ああもうこっちはじゃあやりたいっていうところでカミングアウトが一回終わったって感じです。そうですそうです。じゃあその後何回かトライはしてるんですか？はトライしつつやっぱりもう手術をしたいと思ったので、お母さんには言わずに、うん、勝手に海外の方に行って、はい、我々のタイに、はい、タイに手術を済ませて帰ってきたという感じです。そうなんですね。僕は1回目のカミングアウトとかもせずに、うん、タイに行く3日前に言った。結構衝撃的だったみたいですね。話があるって言った時に妊娠だと思ったらしい。妊娠か結婚のどっちかだと思ったらしいなるほど。そしたらまさかの性転換ですからびっくりしますね。そう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 、うん、帰ってきました、はい、いつ言った？
ったんですか？奥さんと出会って、はい、結婚するっていう話になったタイミングで、うん、タイに行って、はい、あの性転換手術をしました、うん、男になりました、うん、この人と結婚しようと思ってます、はい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 、っていうのを全部バッて言ったら、うん、プチパニックっていうのになって、ちょっと待って聞いてないよみたいな感じになって、うんうん、っていうのが第2弾です。その後に、はい、結婚するっていうのとご挨拶っていうのがあるので、うんうん、奥さんのお父さんお母さんには言わずに普通に結婚の挨拶をしたんですけど、はい、で奥さんが僕のお母さんと兄と会ったんですけど、修羅場になっちゃって、奥さんにはすごいかわいそうな思いさせちゃったんですけど、うんうんうん、何度かやったんですけど、うまいこと噛み合わなくて口論があり、うんうん、まあでも自分たちのタイミングで結婚したいっていうのがあったので、うん、ちょっと親子の縁をと一旦距離を置いて結婚したっていう感じかな。親子の縁ってまあ切れないじゃないですか、うん、でもその縁を切って結婚をするってなかなかの覚悟はありますよね。ですね。自分の人生は自分の好きなように生きたいっていうのもあったんですけど、うんうん、夢にまでも思った結婚があるってなんか僕たちにとって夢のまた夢みたいな話だったので、いやそうですね、ダショウさんも本当に家庭環境壮絶なんですよね、うん、この前出てもらった愛蔵さんもだいぶ壮絶なんですけど普通って何が普通なのって感じだと思うんですけども、家庭にめちゃくちゃやっぱ憧れて、うん、我々特に強いじゃないですか、うん、ね、その中でどうしてもっていうのありますよね。そうなんですよ、うん、じゃあ結婚して今3年ぐらい経つんでしたっけ？そうですね、3年ぐらい経ってる間に連絡取ったりとかってはしたんですか？そう、何回か連絡取ったりとか誕生日に贈り物を送ったりはしてるんですけど、はいはい、まだまだもうちょっと時間が必要なのかなっていう感じなので、連絡取ったりしても対応は全然っていう感じなんですか？相槌というか、あ、そうだねとか、はい、理解とか受け入れるとかっていう段階にはまだ行ってないっていう感じかもしれないですね。僕はね、今あのお母さんと仲良くさせていただいてるんですけれども、うんうんうん、やっぱり時間はかかりましたね。やっぱバリアがあるのは分かるんですよね、うんうん、じゃあ今後そのダショウさん的にはお母さんとももっともっと仲良くしたいみたいな風に思ってるって感じですか？そうですね、僕もその奥さんの方のお父さんお母さんにすごい良くしてもらってるので、うんうん、今後仲良くなれればいいかなっていうのと、あと子供もね、おばあちゃんだよっていうのを紹介したりもしたいので、今後良くなっていけばいいかなっていう。いや本当になってほしいですよねそうですね、うん、だ連絡を1年に1回でもいいからやっぱり取り続けることは大事なのかなとなんか思いますよ ね、 そうですね。あとは何かのタイミングがあればなって、なんか僕もずっと拒否られてたんですよね。お母さんに会おうっていう話をしてもドタキャンされたりとか、やっぱあっちも男になった僕にどう会っていいかがわからないっていうのがあったみたいで、多分同じだと思う。しかもうちのお母さん中国人っていうのもあって、中国ってもっとそういった差別ってひどいんですよね、 LGBT に対して。その中でうちの妹とかがお母さんに、なんかお兄ちゃんになったけどなんか幸せそうだよみたいなことをなんか言ってくれたりとかもあって、久々にこう会ってちゃんと会話をした時に、昔より今の方が幸せそうだなって思ってくれたみたいなんですよ。未だに性同一性障害とか元女子とか LGBT とかも何にも分かんないです、うちのお母さん、うんうんうん、でも分かんないけども、デートが幸せならそれでいいんじゃないっていう風になんか言ってくれてるので、僕もね全然うまいこと言えないですけど、やっぱ自分たちが幸せでいるっていうことが一番の近道なのかなって思ったり、うんうん、思います思います、ね、今を楽しんでるんだよっていうのはちょっと知ってもらいたいなとは思ってます。いやでも本当にそうだと思います。親になったからこそ親の気持ちが分かるようになって、うん、なんかそういう思いをしちゃうのかなっていうのは、うん、もしかしたらあるかもしれないっていうのは、うん、自分の人生はやっぱり自分が主役だし、うん、幸せに生きるのが一番なのかなって。いつかこういった話がね、笑い話になる時が来たらいいですよね。うん、あの時、お母さんと会ったな、でも今はね、もう楽しくやってるっていう時が来ることをね、本当に願っております。いや、ありがとうございます。はい。ダショウさんのインスタとカレー屋の詳細は概要欄に貼っときますので、皆さんぜひともチェックしてみてください。ということで、今回の動画が少しでもいいと思ったら、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。とダショウでした。バイバイ、ありがとうございます。